運んできましたストークです。せがれいじり辻からやっていきます。前回いろいろ進めなかった、まあいろいろやったんですけど、行ける場所があったみたいなので、日曜ですね。何して遊ぶ？作文3回3。寂しい、バンジーシャンプー。寂しいバンジーシャンプー。助けてよ、のんべし。ビンビンが山に生まれた。明日のガンジーチャンプ。明日のガンジーチャンプ。チャンピオンになるでしょう、ガンジー。明日のガンジー予報。なんの？おならぷ。焼き芋が空に生まれた。ご機嫌なスージージャンプ。ご機嫌なスージージャンプ。スージージャンプ、一緒に夜空でも眺めよっか。流れ星が宇宙に生まれた。宇宙があるんじゃ。へえ、すげえ。でもまだいけんよな。とりあえず新しいディクター、いらっしゃいませ。これもいけん。いけるようにやっていこうか。待って。これだろ。うんこ断面図。みんなの憩いの場。床下収納もあるぞ。1階多目的ホール。2階は体育館。3階ダイスホール。屋根裏で世間の見張りをする。君もおいでよ。明日行くよ。普段について。普段について。6500年前、牛と人がぶつかったのよ。あらやだ、もうやだ。そしたらどっちもどっちも頭が取れて。慌ててつけたら間違ってた。あらまあ、はじめまして。もう、びっくり仰天逃げちゃった。牛頭の人、九段、それ以来。え、それで？そんだけ。あ、出た出た、ビンビン。エナジーがみなぎる。うおー、ビンビン。あ、そういうこと？料理。肉や、こ。肉や、やっこ。冷ややっこ、鶏肉たち。いただきます。お腹壊すよ。なりました。スーパードキドキロボ。スーパードキドキさん、これはね、まあ見たけどね。いや、花子ドキドキロボ。見られてドキドキ。あなたは？うーむ。結構タフなりや。タフガニ、タフガニ、タフタフなカニや。マッコーサムガリア。マッコーサムガリア。はい、マッコーです。サムガリです。君はどう？それだけかい。豚そば食べる。豚そば食べる。食べる？ワンごと食った。
きごと焼く？焼きごと焼く。あ、違う、焼きごと食べるにしようか。焼きごと食べる。歯ごたえいいね。あと3なのに。はい、ではですね、一旦ここまでとさせていただきます。次回はこの続きの内容を届けてまいります。ゲーム実況はストックでした。バイバイ。僕すざれの流暢この通り動画チャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録